はいそれではね始めたいと思います皆さんこんにちはえー、こちらの皆さんもこんにちはえー、こちらの皆さんもこんにちは全国の皆さんこんにちははいということでねえー、とただいまご紹介に、えー、預かりましたレック専任講師の沢井清春ですね清春と申しますどうぞよろしくお願いいたします あのなんかこうね、肩書きを言っていただくと、意外とすごい人っぽく見えるけど、それはですね、気のせいです。は <laughs> いということなので、私も皆さんと同じ実務をやっている一人の人間にすぎませんので、普段悩んでること、気になること、すごくいっぱいありますので、今日は皆さんと一緒にですね、まあ、温かい感じでね、ットホームな感じでね、いきたいと思います、はい。よってね、今日皆さんね、あの私が一方的に喋ってるのを聞いてるだけだと思ったら、大間違いですよ。これは楽ししく会話をしながらね まあ今日の、ね、研修をしていきたいのでもしかしたら若干ですね、まあ、手を挙げてくださいとかこれどう思われますかとあと振ることもありますでもしもうどうしても答えたくない時は <laughs> こういう感じでやっていただいてもいいしこれやらないでくださいあ <laughs> んまり犬じゃないんですからね、はい、あちょっと、ね、NG とかねちょっとあの私あの、ね、報道に顔を出せない、まあ、別に取りませんから大丈夫ですからねはいということでね見ていきたいと思うんですけれどもさあね 今日寒いですね、皆さんね、はい、あのでも北海道の方に比べたらあのそんなでもないですよ、えままあ、それはそうだよね、でも私も、ね、あの昨日、久しぶりにです、ね、ずっと風邪ひいてましてです、ね、あの喉をやられてしまいますね、この商売柄なんですよね、で皆さんあの、えーまあ、もし飲み物、ね、あの欲しい方いたら今なくても休憩入れますので,で1時間経ったら休憩入れますので会社でのご連絡。 それから、あの、えー、水道橋口を出た左側にですね、えー、っと、何か建物の中が、まあ、全部ですね、部屋の中が、えー、自動販売機だらけの、まあ、部屋っていうのがありまして、そこで買えますので、ちょっと飲み物とかをね、買いながら、また、えー、少し時間今日長いのでですね、ゆったりとした気持ちで研修を受けてください。はい、緊張感なしで行きたいと思いますので、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、よろしくお願いします。まずね、えー、っと、まあ、ちょっと私ごとで大変恐縮なんですがね。 ちょうどハラスメントということでね、このちょうどですね、な,なぜか知らないんですけど、この私が出したこの本の中に、その頃書いてあるんですよ。でね、これなんか本屋行くと買えるらしいんですよ。えー、ということでね、もしよかったらね、この78ページにね、はい、えー、っと、書いてありますので、ね、はい、あら、このね、私がまあ考えて、職場でのいじめに、社労者はどう関わるかと。 はい、ちょっと、ね、一節、えー、皆さんに、ね、ご披露したいと思うんですけれども職場でのストレスや各種のハラスメントが原因となって、まあ、精神障害となり、まあ、労災認定が出るケースがあるとこれ、ご存知ですか労災認定まで出ることがあるということね、まあ、職場のハラスメントには、まあ、セクハラ、ま、パワハラ,マタ,ハラ、ま、マタニティハラスメントモラルハラスメントのモラハラ、はい、あります。まあ、マタニティハハララスメントこれはマタハラと出産や 育児世代の女性に対し差別的取扱いや言動することモラハラって知ってますかねモラルハラスメントです行き過ぎた態度や言動によって他人を傷つける、まあ、精神的な暴力のことです、まあ、こうしたトラブルが、まあ、処理するのも社労士の仕事ですとで双方の言い分を聞いた上で沈静化できるのが理想ですが逆に被害を受けたと感じた社員が、まあ、退職するとなると事態が紛糾することになります例えば、えー、離職理由がハラスメント による退職となれば、まあ、当然、会社の管理責任が問われますとで会社にとって深刻な事態となり,なりかねないのが、まあ、被害者が精神的な、まあ、ダメージによりうつ病を発症し弁護士が間に入って、まあ、休業損失や慰謝料の請求を行うといったケースですえこの場合、弁護士もまあ正義の戦いですよね張り切るんですよねやたらね分かりますよねでかなり気合いが入ります、弁護士さんもよって会社側がです、ね、結構、紛糾します、この場合は、はい、で結構大変です。 で私の研究上ハラスメントを行っている社員は大抵の場合自分がハラスメントをしているという自覚がありませんむしろ自分や、えー、自分は部下や、えー、後輩をしっかり教育する良い、まあ、先輩同僚に対して適切なアドバイスをしているいい人だと思っていますとそれゆえにハラスメントの問題を起こす社員は、まあ、同じことを繰り返す傾向がありますと、まあ、最近は年配の社員親父をいじめる親父ハラスメント知ってました 俺が作ってから知らないよね <laughs>。はい。ということで、親腹っていうのもあります。まあ、これには注意しなければなりません。まあ、会社が憩いの場である親父も多いのですからと。はい。ということでね、一、えー、冊1500円から600円しますけれども、ぜひね、えー、社労士に興味ある方はお買い求めをお願いいたします。さあ、皆さんのお手元に労働新聞ありますかはい。えー、っとね、封筒の中に入ってるですね。封筒の中。封筒の中。 はい労働新聞めくってねいただけますでしょうか、これはです、ね、本当にいろんないい話題が出ていて、私もいつも感心するんですけれども、まあ、1ページ目に賃上げとかいうのがあるんですけど、1ページ、2ページをめくると、パワーハラスメントの慰謝料250万円という記事が出ています。はい、まあ、どういう内容でね、ね、まあ、この慰謝料の請求になったかというところ、皆さんと一緒にまずは検証してみたいと思うわけですね。 ごめんですいきますよまず社員に長時間、まあったとですね、叱責と、はい、業務指示を、えー、逸脱と判断とこれがまあポイントなんだということですね、まあ、ウェブを行う広告を行うプラネット CR さんというねデザイナーが上司からパワーハラスメントを受けたやはりパワハラです <laughs>、はい、そして、まあ、長崎地方裁判所で上司の注意が、えーまあ、業績を逸脱したいじめた 行為に当たたると該当したと該し、はいえー、パワハラに対する慰謝料が250万円と未払い残業などが、まあ、含めて、はい、結構な額、ね、2000万円と支払いを命じたと上司は、はいまあ、目つきが気に食わないなど注意したほか、まあ、午前中いっぱい叱責に追加した日もあったといまだに職場復帰ができる状態でない点も重視,重視したと。はい まあこういったものですね、ちょっと内容を確認しますとです、ねはいえー、2行目のところですね、またというところです、ね、親会社の営業部門でやり取りする場合、まあ、案件によっては上司を通じて行うこと、はい、上司の履席中に受けた連絡をまあ伝達した際なん、まあ、で受けたとか人格を無視してバカにしているなどとまあ知ったと、まあ、これエスカレートしますね、完全にね、その後もエスカ,エスカレートなんだ、その目つきはと。 文句あるのかと注意をしたり過去の問題を蒸し返し日によっては午前中いっぱい知ったとで26年に給食後にまあ労災認定も出ているとこれもポイントですよねはいそれからえ6通の文書を同労働者側弁護士に送り SNS でパワハラ行為を発信するのをやめるよう要請はいまあ,あなたを思っての行為だったのに訴えるという暴挙に出たと。 はい、まあ、地裁は、まあ、上司の行為を業務上の指導を逸脱した必要ないじめの行為に当たると判断したと、まあ、業務負荷が増大する中同じ結果を、まあ、時間で、えー、時短間で出す求めたほか目つきが、まあ、これよく出てきますね筋肉は内容的にはもはや叱咤のための叱咤とか、えー、していたとはい、まあ、あとはねよろしいかと思います。まあね こういうことで、まあ、なんであの会社が止められなかったのかなって皆さん思いませんもし皆さんの、まあ、立場でね、ええええ、お立場で、まあ、横でそういう隣の部とかですね、まあ、自分のかということはないかと思うんですけれどもこのような事件が長く起きていたということであれば気づかないわけがないんですよね。気づかかなななないいいわけがないんんんでででですすよよししょうねねね、まあ、言えないんですよねその人に対して、ね、だから それがパワハラなんですよなんで言えないんだと思います、はい、権力があるからですその人がもしかしたら、ね、そのか今の会社を築き上げてきたのかもしれないですね。築きき上げてきたんですよそういう人に対して口が聞けるかとものが言えるかと上から言える人ってそうはいないと思うんですね。あのー、社長でもです、ねまあ、その人に対しては、まあ、言えないという人は会社にいませんはい ま、そういう事情もあるのではないかなということですね。で、このね。研修資料が皆さんのお手元に、まあって皆さんね。今熱心に新聞見ていただいて良かったなと思うんですけどね。はい、この研修資料の後ろに裁判例載せてあります。ちょっと裁判例ね。22ページ先に見ちゃいましょうか？はい、事例から入っていきたいと思います。22ページ見ちゃいます。 はいそうしますとパワーハラスメントの関係の裁判例から考えるということなんですね。はいそうしますとまず1つ目の内容から見てみましょうどんなものがあるか製造業 A 社の工場に勤務していた B は後片付けの不備伝言による年給申請に対し上司 C が B に対して反省文提出等の注意指導を行った。 B は C の常軌を逸した言動により人格権を侵害されたと主張し A 社 C に対し民事上の損害賠償を請求したと、はい、で判決内容ですね上司には所属の従業員である、はい、を指導し監督するこれ確かにそうだね権限があると注意や叱責したりすることは 指導監督する上で必要な範囲内の行為ってなってるんですよ。だから、ね叱,責まあ起こるね、叱るってことです、ね、叱る行為はえええはこれは監督指導の行為なんだけれどもこの C の反省書の作成や後片付けの再現等を求めた行為は指導監督権の行為としては 裁量の範囲を逸脱つまり、ね、外れちゃってるよ違法性を帯びるに至っているとして、まあ、A 社と C 社に損害賠償をするようにまあ判示しただからここで言っていることは何かというと、はい、上司というのは指導監督するっていうのはそりゃそうだよねとそのための管理職だよねと指導監督というのはあるんだよねとだけれども逸脱しちゃだめなんだよね。 そこですよねだからその逸脱するかしないかというのがハラスメントになるかならないかということでしょうね。はい、次のところを見てください、D、病院あのもしかしたら皆さんの中で病院関係の方がいたらもしかしたら悩まれている担当者の方私も今、相談を受けているんだけれどもやはり多いんですね。霊、はい、病院に勤務していた看護師 E は、はい、先輩の F, F が先輩だ。 から飲み会への参加の強要や個人的用務の使い走り暴言等のいじめを受けて自殺したところ、ねはい、判決では、はい、F, F は先輩ねで E は後輩に対するいじめを認定し F に、つまり先輩に E の遺族に対する損害を賠償するこれは不法行為なんですよ、民法の。これは大きいですよね。で勤務先である D に対して、はい、ここです。 安全配慮義務の債務不履行責任を、はい、認めたと、はい、今、2つの言葉チェックしていただけましたか民法709条の不法行為責任ともう1つが安全配慮義務の、はい、責任ですね債務不履行ですね、はいでまあ、世の中に、ね、民法上、はい、損害賠償責任が発生するケースというのが2つありますよね。1つが不法行為です もう一つが債務不履行です、はい、でハラスメント行為に関してもお金が発生し得るんですけれどもじゃあどういうふうに発生するかそのメカニズムですね、はい、不法行為というのは法律違反ですねだからそれが証明された場合と、はい、もう1つ、ですねこのえ企業に関しては安全配慮義務違反ということなんですね。安全配慮義務違反でですねで 現状で考えますとですね今、労働契約法というのがこれ、後で中身で説明していきますけれども労働契約法ではですね企業の安全配慮義務もう平成20年ですね3月からスタートしてますので企業は言い逃れができないというふうになるんですねこれはですね企業は社員を身体ね、ねそれから精神的に安全に働かせる配慮をしなければならないと書いてあるんですね。 でさっきの事例でいくと、ね、結果的にそれできなかったということですねでそれっていうのは債務不履行なんですよここが大事ですよ、ね、なんでかと債務不履行というのは約束を守れませんでしたということですね、はい、例えばこういうことですよね、えー、例えば、ね、くだらない話でいきますけど結婚式に、ね、ドンペリ10本持ってきてくれと、ね、結婚式に買うか俺が買うか分からないよでもドンペリ10本持ってきてくれと、はい、でその日に持ってけませんでしたと。 ね、楽しみにしていたお客さんもいますよね、はい、もう結婚式過ぎちゃったらもうそれは不可能だよね結婚式もないわけですから債務不履行ですよね約束を守れませんでしたお金を払う必要もありませんよね、はい、損害賠償が発生しちゃいますよねと、はい、そして、ね、企業がなぜ今です、ね、これだけ注意しなければいけないかというとここに尽きるんですねでもう1個見ますよ,よ、はい、今度は勤務先 G の闇カルテルをこれも悲惨ですよ新聞や まあ、公正取引委員会に訴えた H に、はいえー、転勤や、まあ、昇格停止長期にわたる、まあ、個室への、えー、排斥を行った G に対し、まあ、損害賠償を請求、まあ、判決、まあ、人事権の行使で、まあ、要は会社の内部のですね、まあえー、闇カルテルを訴えたわけなんですけどそれが気に触ったんですね、上部にね。はい まあ相当程度使用者の裁量的判断に揺らねられているとこれはもうそうそなんですよで裁量権は合理的な目的の範囲内でまあ法令や控除両力に反しない程度で行使されるべきでありこれを逸脱する場合にはま違法であるとしてこれは不法行為がやはり債務不履行の損害賠償ということですね。今、一番後ろのページのね判例見てるからね、最後ね。そしてあとね2つ判例がありますね、これも見ちゃいましょう。 ここれれ有名なんでですすよご存知ですかこれ、ね、鉄道会社の事件でね、はいえー、鉄道会社に勤務する J はこの労働組合のマークの入った、ねまあ、記念のベルトってありますよね、こういうの、ね、これ身につけて作業に従事していたところ上司系が、まあえー、これなぜか就業規則違反、ね、だということで、まあ、取り外しを命じ、はい、就業規則のこれひどいでしょう全文書き写し。 社経みたいなもんだよね。手を休めると怒鳴ったと、まトイレに行くとも、ね、認めずと。はい、まあお、お湯、ね、茶を飲むことも許さずと。腹痛により病院に行くとも、まあ、しばらくいききれなかったと。これはですね、完全に、まあ、いじめ超えてません?。暴力でしょ、これね。はい。で、もう、これ、当然のことながら、下線部だけ見てください。就業規則の書き写しを命じたことは、まあ、ね、これ、もう、下線部だけです。ね。 罰則的目的目からなされたものと、はい、これ認定され目的においても不当なものだと肉体的、精神的苦痛を与えて、まあ、J の人格を侵害するものであるとし教育訓練についての企業の裁量を逸脱乱用、はい、上司、経営、会社に対してやはり損害賠償、はいまあ、これは少し昔の事件なので、ね、こうなのかもしれません。そししてもうう個見ましょうね、L、は航空会社、M、の 客室乗務員であったが、まあ、通勤途中の交通渋滞による、まあ、欠勤後 M から就業規則上の、はい、解雇自由に該当するとして、まあ、約4か月間30回以上にわたる、まあ、退職勧奨を受け解雇させるに至ったとこの M の行為に対し、まあ、人格見侵害による損害賠償請求がなされたと、はいまあ、ここですね頻度の問題もあります。よね頻度や面接時間の長さ L に対する言動など社会通念上容認される範囲を超えて単なる退職勧奨とは言えず違法な退職干渉私これ見てね少しねあのあのちょっと考えなきゃいけないんだと退職勧奨というのはねありますよ、ねあのまあ、ち,ょっとちょっと逸脱まさに私が逸脱してしょうがないんですけどもあの退職勧奨と、ね、解雇と間違えないでほしいんですね。で会社の中では あの退職勧奨に関して就業規則に関してない書いてない会社がほとんどですあまり書いてある会社もし書いてあったらそれは意識の高い会社でしょうだから皆さんの会社の就業規則皆さんは立場上いつも見られてるかと思うので帰ったら見てくださいね退職に対してね例えば、えー、懲戒解雇というのは多分あると思うんですよでも退職勧奨はおそらくないと思いますよそれはもしなかったら考えてみてください、はい、でここで言ってる退職勧奨はそのね 回数が異常だとといいうことがなるんですねはい、じゃあねさあ資料の1ページ開けてくださいまずは今日のね「パワーハラスメントは何か?」という目的後遺者の責任と企業に求められるものパワーハラスメントをなくすためにはどうすればよいかと学ぶというところですね。どうすればよいか学ぶ パワーハラスメントが起きた際の対応について学ぶということになります。はい、じゃあ最初の目的です。パワーハラスメントはと、はい見ていきたいと思います。資料の一の一見てください。で、あの今日のこのえパ、えー、とパワーポイントのあの資料に関しましては、厚生労働省の、えー、職場応援団のところからダウンロードできるものを、えー、あえて使ってます。 でなぜかといたら皆さんが職場でこれを使って私の言ったことを覚えておいてもらってあのそのまま研修できるようにって考えたんですねだからこれはもう研修のための研修でもありますのであの皆さんが職場に来ましたらですねぜひ、えー、やってみていただけるといいと思いますこの資料を使えばできますのではいじゃあきま,すよま,ずはまずは同じ職場で働く者に対して。 職務上の地位や人間関係など職場内の優位性はい米印の1番を背景に業務の適正な範囲米印の2番を超えてまず、ねここ精神的それから肉体的苦痛を与えるまたは,は、それだけじゃないですね職場環境を悪化させる行為を行うはい2つ出てきました。ね 一つに関しましては精神的・身体的苦痛を与えることもう一つは職場環境を悪化させる行為この二つだと思ってくださいはいそしてその下ですね職場内の優位性とはどういうことなのかはいあの上司部下の関係っていうのも確かにそうですがねちょっと読んでくとこうよ パワーハラスメントという言葉は上司から部下へのいじめ嫌がらせを、えー、さして使われている場合が多いが、まあ、先輩後半輩間やつまりまあ単純に先輩後輩ねあと同僚部下から上司行われるものもあるですからここもありなんですよここもありなんですよハラスメントはね。はい、で職場内での優遇性はだから 地位だけじゃないの人間関係や専門知識経験などさまざまな優位性が含まれるんだと、はい、今のところ大事ですねさまざまな優位性が含まれるというとことですねはい次ですよ業務の適正な範囲というところで見ていきます業務の適正な範囲 業務上必要な指示、注意指導不満に感じたりする場合でも業務上の適正な範囲で行われている場合にはパワーハラスメントは当たらないはい今のところですね要は業務上の適正な範囲に入っていればパワハラには当たらないんだという考え方例えば上司は自らの職位職能に応じて権限を発揮し業務上の指揮監督や当たり前だよね教育,教育指導を行うそれが仕事だ。 上司としての役割を遂行するるものが求められる職場のパワーハラスメントの対策はそのような上司の適正な指導を妨げるものではないとはい当たり前だで、えー、各職場で何が業務の適正な範囲で何がそうでないのかこれを逸脱しちゃうから問題なんだよねその範囲をだから明確にする取り組みを行うことによって、まあ、適正な指導をサポートしするとだから、ね、ここですよね これすすごい大事だと思うんですよ、ね、あの上司、みんな頑張ってるんですよ、例えば営業部の営業部長でも営業課長でもみんな頑張ってるんですね、それは会社の売り上げ上げようと思って、俺たちが売り上げ支えてるんだと、こういう気持ちでやってますよね、営業部の方ね、その時に、ええ、ええ、逸脱はどうだとか、そんなことはその営業の、ね、現場で考え,ませんよ、ね、考えませんよね、だからそれをサポートしてあげましょうということなんですよ。 事前にね例えば人事とか総務でだからそのサポートしてあげるには、はい、どうするのかと、はい、だからその範囲をなるべく明確にする取り組みを行っていきましょうよということなんですねでは1番の2というところを見てください1番の2というところを見てくださいはいそうしますと今度はパワーハラスメントとはと定義ですね、はい、これは 厚生労働省の職場のいじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議で整理したパワーハラスメントの定義ですと。はい,いきますよ、まずはパワーハラスメントは上司から部下への行為が多いのですがそれ以外に先輩・後輩間、同僚間さらには部下から上司パート社員から正社員の行為もパワーハラスメントになりますと。はい これ逆の場合もある例えば初めて現場で移動してきた社員がわからないことをパート従業員に聞いたところ上司のあなたが知らないことは私たちにもわからないと言われ続けストレスから休職に追い込まれたというようなこともありました、まあ、職場での経験も優位性の1つと言えますと、はい、また業務の適正な範囲に超えて、はいですねえーまあ、ここはいいですね次のページ見てください。 累計行為、行為累計お来ましたね1、2、3、4、5、6累計ですね、六累計ですね、はい、まず精神的な攻撃でしょ、はい、まあね、脅迫などと、名誉毀損ですね、はい、過大な要求だよね、2つ目、3つ目、人間関係からの危険、村八分みたいなやつだよね。 それから、個、まあの侵害、まあ、過小な要求そして身体的な攻撃と、はい大体、まあ、分かれるんですけれどもどうでしょうかねまず一つ目からいきましょうね精神的な攻撃、はい、脅迫、名誉毀損侮辱、ひどい暴言、はい、いること自体が会社に対して損害だと大声で言われた。はい これはまあねどうでしょう皆さんこういう経験私はありますね一番最初に若い頃言われたのは給料泥棒言われましたねで最初何のことか分かんなかったですよ給料泥棒って誰なんだって言われた本人がまあ気づかなくて後からね友達に聞いたらいやお前が働かなくてそれ給料だけ取ってる状態のことを上司がまあひどい言葉で言ったんだよっていうふうにえ言われましたね実はですね 今言われれてみればパワハラなんですよね。その時の状況をちょっと言うと,、えーとね、誰に似てるかというとね、プロレスラーの蝶野って知りませんあれにそっくりな部長がいたんですよ。で見るからにもうあのスキンヘッドなんですよねで怖いんですよでもう見たくないですねでその人に呼ばれてあの個室に、えー、連れて行かれてましてね座れということでね。 まあ売上のことを言うんですね、えー、それでねどう思ってんだ、まあ、この売り上げみたいな話になって、まあ、給料泥棒とかいう話を延々にされたということなんですよね。どううでしょうね今だったらハラスメントですよねだけれども当時そんなの,あの普通だったもんですから、まあ、そういうこともあるのかなと思って終わっちゃったんですよね。はい、これはどう考えても変だなというところですね。 ミスしたら現金に換算して支払わせるこれはもう犯罪だよね完全,にね全員が観覧するノートに何度も個人名を出され能力が低いと罵られたと、はい、過大な要求多大な業務量を強いられ月80時間を超える残業が継続した。 明らかに管理者の業務であるにもかかわらず業務命令で仕事を振ってくる絶対にできない仕事を管理職ならやるべきだと強制された、はい、人間関係からの切り離し今まで参加していた会社から、はい、会議から外された職場での会話の無視飲み会などに一人だけ誘われない,いやだねこれね、はい。他の部下に 雑談や軽口をししているが自分とは仕事の話、はい、以外一切しないどうなんだろうねこれって人間関係からの切り離しになるってここには書いてあるんだけどもこれって大丈夫ですか皆さん正直言ってあの私ねあの結構ねこういうことありますよ今日常的に。 で誰って言えばすぐ分かるんだけど名前はその人知らないんだけどもあの私昨日もね、えー、と9時10時15分ぐらいまで収録しててその後家に帰らないですね、えー、帰らないでどこ行くかっていうとね、まあ、その後昭和湯っていううちの近くの銭湯行ったんですけどもそこね結構仲良しなんだけど俺のこと無視するやついるんですよ一人だけ親父でこっちはあの人は「こんばんは」とかね「寒いですね」とか言うんだけどそいつだけね 言われたら返事するんだけれどもでも他の人が来るとなんか話とかするんだよねなんかそういう人いないあれ感じ悪くねね感じ悪いよねあとねもう一人いるんだよねちょっと忘れちゃったわ誰だかはいね皆さんの生活圏の中にももしかしたらいませんそういう方でねもしかしたら皆さん自身がこれは要はですよ意識せずに やって例えばねあのね例えば会社でね部下に何か聞かれたらね一生懸命話すけども家で奥さんに聞かれたら何も言わない親父はいいますよねそれねはいそれだめだよ、ね、問題になりますからね、はい、さあ次ですよ今度は